こんにちは、さすらい坊主でございます。今日なんですけれども、モアイ、モアイと言ったらイースター島、イースター島と言ったら島、島と言ったら、そうです、魚なんですよ。今回はですね、魚をがっつり食らいたいと思います。それでは市場の方に行きましょう。ということで、マーケットらしきところに来ました。魚本当にいるんかな。あ、いたいたいた。ビデカ。8000ペソ、キロポテイナ。8000ペソ、パレキロ。eso、eso también。todo igual、todo。レオレオ。200円。9000。そう、9000。はい、買いました。1500円もしたんですけども、食べないと。ちょっと気が収まらないということでですね、グラシです。バーベキューでね、バカーンって焼いていきたいと思います。ということで、家に行きましょう。はい、ということでですね、いい感じの火が出来上がりました。ちょっと炭火な感じで焼いていきたいので、ここに魚を乗せていきたいと思います。入れていきます。うわー、でで、わー、素晴らしい。めちゃめちゃうまそうじゃないですか。めちゃめちゃうまそう。見てこれ、やば、めっちゃうまそうじゃないか。塩をかけます。どんな感じ、どんな感じ。うわー、うまそう。このうまそうな焼き具合、うまそう。中では何が起こってるのか見てみましょう。よっ、ご飯と玉ねぎ、そしてズッキーニをドイツ人の彼が用意してくれております。ありがとうございます。焼け目がすごいいいね、美味しそう。3枚におろすの忘れてまして、今やったらぐちゃぐちゃになっちゃった。もったいね、全部食べるけどね。日ももう少しで落ちる時間ですね。ということで、食べていきたいと思います。彼がね、ズッキーニと、よくわからないオニオンの、やつを作ってくれたので、これを食べて、もうすでに、ね、うまっ。やっぱ炭で焼くと全然違うわ。食べていきたいと思います。ラパヌイ丼でございます。やばいっすね、これ。いただきますよ、ラパヌイ丼。あ、これって買ってうん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 、うめー、ラペルイ最高。Road.